この大空に翼を広げて。
わっわっわっ。やめて、やめなさい、ハット。くぅ、ごめんなさい、私が泣いたから。あなたが泣かせたと勘違いしたみたい。ありがとう。じゃないわ。おかげで立ち往生していたの。もう1時間もよ。部屋に置いてきた。だから他の方法で助けを呼ぼうと思って、そしたら SOS を受け取って来てくれた人がいたから。男の子ってすごいのね。そんな道具いつも持ち歩いてるんだ。
私、草の上に座るのなんて久しぶり。柔らかくて気持ちいい。いいところよね、ここ。部屋の窓から見えるのよ。一度来てみたかったの。5年前？そうなんだ。じゃああなたは故郷に帰ってきたんだ。どうしたの、ハット？何かしら、あれ。何か飛んでる。ここでいいわ。うん、いい。ありがとう。おかげで助かったわ。楽しかった。友達と遊ぶみたいで。
私も本物を見たの初めて。素敵な思い出ができちゃった。それじゃもう行くわね。ええ。あら？お客さん？どちら様ですか？訪問販売はお断りしてまーす。どうしたの、かなちゃん？ん？なんかお客さんみたい。お客さん？って、男の人！かなちゃん、ふくふく！ん？どうしたの？ゆかさん、知らない男の子がかなちゃんの裸を。なんで知って？そろそろトビウオさんについて落ち着いてる頃だと思って。どんな感じ？当たり前じゃない。だってそこ。あら、言ってなかったかしら？
大丈夫よ。オーナーさんも寮生の方たちも了解してくれてるから。あら、間違えて更衣室入っちゃった？どう、サナちゃん。まだいます。ほうほう。じゃああなたが新しい寮母さんなんだ。いいんじゃないの？誰か来てくれないともっと困るから。そうなのよね。でももっと年配の人だとばかり思ってて。はい。じー、あおいくんって言ったっけ？歳はいくつ？へえ、じゃあ年下なんだ。にゃん。ですって。どうします、ゆかさん、チェンジします？そういう事情なら。いやー、なんかごめんね。みんなおぼこい娘さんたちのもんで、若い男を前にして舞い上がっちゃってんのよ。私はしぐれかな子。なんかあったら私に言ってちょうだい。管理人さんの部屋は1階の廊下の突き当たりよ。もう一人いるんだけど、いわゆる引きこもりというやつで、そのうち出てくるんじゃないかな。汗かいちゃったから、もう一回お風呂入ってこよっと。あ、それは良かったわ。言っておくけど、寮の子に手出しちゃダメよ。まあ、問題にならない程度ならいいけど。あ、それから前に言ったと思うけど、一人足の不自由な子がいるから。待ちなさい、ハット！ぐっ、ぐわー！待て！
このバカアヒル、私のパンツ返しなさい。わわわ、まったくあんたはいたずらばっかりして、今度やったら北京ダックにしてやるんだから。ふう、もしもし、葵、聞いてるの？足が不自由な子がいるから面倒見てあげてねって話よ。どうしてあなたがここに？なんでここにいるの？新しい寮母さんだよ、小鳥ちゃん。はい？何よそれ、聞いてないんですけど。いようにも小鳥ちゃん、めったに部屋から出てこないんだもん。新しい寮母って男の子じゃない！そのやりとりはうちら遥か昔に通過したから。アバネ小鳥です。わわ、この子はハト。で、もう知ってるわよね。わあ、本当にあなたが新しい寮母さんなの？昼間のことは忘れて。なるべく全部だけど、そうね、強いて言うなら、私が、この私がついうっかりポロッと泣いちゃったりしたことよ。
上手だね。おかわり。わかってるね。免疫がないのよ。いくら学校で同じでも寝起きの緩み切ったすっぴんが見られちゃうわけじゃないからね。慣れるって。じゃ行ってきます。心配してるなら余計なお世話よ。ふんた。Thank you.
もしかして葵？もしかしなくてもアゲハよ、忘れちゃったの？私の顔。しつこいな。他にどのアゲハがいるってのよ。正真正銘、本物の姫木アゲハです。この子、水瀬葵くん。転校生よ。サッチンは覚えてるよね。私と葵は幼馴染なの。昔、ここに住んでたんだけど、転校してっちゃったのよね。伸びたわね。最初誰か分かんなかったわ。昔は私といい勝負だったのに、男の子はずるいな。そう？ぬふふん、どうだ、いい女になっただろ。ほほう、早速女子のチェックですか。4年か5年の先輩じゃないかな。それにね、うちってこの手の専門学校にしては女子の比率が多いんだよ。
校舎の建て替えと同時期に女子生徒の受け入れを強化したんだって。設備も最高だよ。冷暖房完備、完全バリアフリーで、どんな人も安心して学校生活が送れます。でもさ、葵、ほんと変わったよね。顔とか、昔はもっと可愛らしかったのに、なんかゴツゴツしちゃってさ。ひどっ！私、ゴツゴツなんてしてないもん！あんちゃんから聞いてなかったら気づかなかったわよ。そう、葵が帰ってくるってね。あんたね、帰ってくるなら連絡くらいよこしなさいよね。昔の私ならアックスボンバーかましてるところよ。ハバネさんならうちのクラスだよ。今日は来てないみたいだけど。ここんとこずっと休んでるんだ。体調が良くないみたいでさ。おい、山本、英語の辞書を貸してくんね。お、
ちょうどいいところに。おーい、マーボー。だよ、アゲハ。なんか用か？お前と仲良くしてっと、エリちゃんのご機嫌が悪くなんだよ。あれってやっぱ、ジェラシーってやつだよな。いいからこっち来い。あ、誰これ、転校生？アゲハは見た目結構可愛いけど、中身男だから気をつけろ。なんだは？俺だよって。え？お前、葵？にや。なんで葵がここにいるんだよ。ってか、転校生って？あんた驚きすぎ。そりゃ驚くって。お前こそ。本当に葵なのかよ。おかえり、葵。うんうん、熱い友情ってやつだね。会いたかったよ、葵。じゃねえよ、この裏切り者。いきなり出て行ったと思ったら、ろくに連絡もよこさねえで。俺やアゲハがどんな思いでいたか、てめえ知ってるのか。いやいや、勝手に私を巻き添えにするな。そのくせよくものこのこと。この裏切り者め、俺は絶対許さないかんな。お前なんか嫌いだ、バーカバーカ。子供かい。こうなると思って教えてなかったんだけどね。知ってたらあいつ最初から全開であんな感じだっただろうから。あいつ最近彼女ができて調子づいてんのよ。小さい頃は、葵、アゲハ、待ってよとか言って私らの後にくっついてきてたのにね。大丈夫、すぐ元通りになるって。だってあいつ葵大好きっ子だもん。そう、かわいいじゃない。なんでハバネさんのこと知ってるのかなって。寮の管理人？そうなんだ。このまま来なくなるんじゃないかってみんな心配してる。あんまり学校が楽しくないみたいなんだ。私？もちろんだよ。
だって楽しいじゃない学校。そっか、そうなんだ。あ、水瀬、お前あの水瀬だろ。お前帰ってきたんだってな。もう部活は決めたのか。野球部入れよ。お前ならすぐレギュラーなれるぞ。
ぱりそうか。こんにちは。どうかしたのかい？勝手に入ってくれて構わないぞ。しまったらしいぞ。でも、大丈夫。